ナンバー2、マイペースにしかしたけだけしく、破竹の勢いで今2番手、ウィングヒーローホークス。な、大げさな。次を担うヒーローたちはここにいます。彼らと共に平和な社会を目指して。1ってどんな気分なんすか？それではお一人ずつコメントを。諸先輩方に恥じぬ働きをしていく所存。支持率だけであればナンバー3の差でした。名声のために活動しているのではない。それ聞いて誰が喜びます？ステインくらい我慢が苦手なだけですよ。支持率だけで言うと、ベストジーニストさん活動休止による応援ブーストがかかって1位で、4位がエンデバーさん以下略。過ぎたことを引きずってる場合ですか？と変えなくていいんですか？象徴はもういない。この日に俺より成果の出てない人たちが何を安牌切ってんですか？もっとヒーローらしいこと言ってくださいよ。ホークス22歳、前回のチャートでトップ3入りを果たしたヒーロー。18歳で事務所を立ち上げ、なんとその年の下半期にはすでにトップ10に入っている。10代でのトップ10入りは史上初、最速最年少。人は彼を早すぎる男と呼ぶ。俺は以上です。さあお次どうぞ。支持率俺以下ナンバーワン。どういうつもりだ小僧。皆さんがあまりに普通のことしか言わないんで、インパクトが必要だと。俺を試したな。まさか、むしろアシストでしょ。よかったでしょ。俺は別にオールマイトファンでもないし、ああなりたいとも思ってません。それでもあの人の引退はショックでした。安心しました。かっこよかったですよ。本心か、からかっているのか。自分がそうなろうとは考えんのか。俺がそんな器に見えます？もうちょい下で自由にやりたいので、20位30位くらいで。貴様のような人間が最も嫌いだ。話はしまいだ。他の者へ謝罪してこい。ああ、こっから本題です。期間失せろ。チームアップのお願いです。俺の地元、今嫌な目撃談が増えてんですよ。エンデバーさん、好きな食べ物とかあります？そこの水先すげえうまいんですよ。鶏の味がしっかり出てて。重いですかね？腹減ってます？焼き鳥もいいですよ。頼富のレバーは癖になる。ホークスやん。普通に歩いとうとか珍しか。どうも。おっと、ホークス2位おめでとう。見たぞ昨日の。謙虚にいかんと敵増やすだけぞ。敵て？ホークス、ホークス、イエーイ。あの、息子が大ファンでサインを。まあ、おしゃれなバッグ。いいの書いて。もちろん。名前は？りょうすけ。オッケー、りょうすけ。いつもありがとう。キャラじゃないですもん。あ、もう食べないならもらっていいです？いやしいな、勝手に食え。欲しいと思ったらどうにも我慢できない性分で。でもまあ、今となっちゃつくよみが来てくれてよかった。翔太君、仮面落ちてブランドに傷いっちゃいましたからね。そろそろ本題を話せ。噂の件ですか？神野で格納されていた数十体を、あれで全部だった。まだあるけどオールフォーさんしか場所知らないの、どちらかって味方みたいです。貴様、俺にチームアップを頼んだからには何かしら確証は得ているんだろうな。得てないです、ガチ噂です。会見だ、俺は帰る。待ってくださいよ、聞いてください。全国でそういう噂が立ってるんです。取り立てで記事にするほどでもないけれど、奥様方の井戸端会議で、あるいは小中学生の下校の会話の中で。どういうことだ？出張に出た時、地元の人から聞いたのが最初です。その時は警察とも協力して混乱を避けるためこっそり捜査したんですが、何も出ず。で、ちょっと気になったんで、個人的に全国飛び回って調査してみたんです。怪人というヴィラン以上に不気味な存在を皆知ってるわけじゃないですか。どっかのアホが不安を煽る目的でほら吹いて、それが今全国に伝播してるんじゃないかな。おそらく感化されちゃったんでしょうね。
社会が不安な時ほどそういうの売れるってか。俺は特に何もしない。昨日も同じようなこと言いましたけど、要はナンバーワンのプロデュースですよね。貴様、俺は楽したいんですよ、ほんと。適当にダラダラパトロールして今日も何もなかったと管を巻いて床につく。これ最高の生活。ヒーローが暇を持て余す世の中にしたいんです。エンデバーさん、下がって。お姉さん。了解。エンデバーさんは複数の個性を持つ相手。おいおい、頼みますよ。感知しろ。強欲、悲鳴、呼吸、絹ずれ、人から生じる振動。ビル内の全員の救出は無理。羽が足りない。被害部分のみに限定して。ホークス、個性、強欲。被害部分の76名全員避難完了。それがハイライトですか。まさか料理したことないでしょ、エンデバーさん。みじん切り粗いですよ。均等に切ってもらわないと。喋るより動きに神経を使うんだな。いや、羽減らしすぎると飛行性能下がるんですって。それは悪かった。はい、見えなくなるくらい下がってるください。何を隠そう、パワー押しには割と無力なんで。俺の背中やったら安心させられん。そういうとこです、エンデバーさん。俺の羽じゃ破壊力が足りないけれど、スピードなら互角です。俺の気で超えようとしてたのは、本当どん羽あらかじめ飛ばしてきました。ナンバーワン、俺の背中やったら安心させられん。だから、マジか。燃え尽きてなくなる。もう燃えかす同然です。あまり助力できませんが。必要のない上空へ。なるほど、そこなら心置きなく